沈んでいる車が見つかったのは松江市美保関町の七塁港です。警察によりますと、昨日の午前6時ごろ、岸壁から15メートルほどの地点に軽乗用車が沈んでいるのを釣り船の船長が見つけました。通報を受けた海上保安部が調べたところ、沈んでいる車を発見。午後3時半ごろ、警察が車を引き上げました。引き上げられた車は北九州ナンバーで、運転席では一部が白骨化した遺体が確認されたということです。遺体の性別や年齢などは分かっておらず、警察が遺体の身元確認を急ぐとともに、事件事故の両面で捜査しています。